グレートウェスタン鉄道6000形状機器関車グレートウェスタン鉄道6000形状機器関車6000クラスは、イギリスのグレートウェスタン鉄道、GWR が製造した、急行旅客列車用テンダー式場機器関車の位置、形式である。各社の固有名から、キング級とも呼ばれる。軸配置はテンホイラー、あるいは西である。キング級は、グレートウェスタン鉄道の技師長。 チーフメカニックエンジニア、CME であったチャールズ・コレット、在任期間、1922年から1941年、やその部下のウィリアム・ステニアー、ラノによって設計され、1927年から1930年にかけて、グレート・ウェスタン鉄道、スー・インドン工場で6000から6029の30両が製造された。1926年に、 サザン鉄道が満を持たしていったロードネルソン級の申請投入はパディントンの GWR 広報部門に大きな衝撃を与えた。これは従来自社の4073系キャッスル級が放置していたイギリス最強の機関車の称号が奪われたことを意味するためである。それゆえ GWR の総支配人であったサーフェリックス・ポールはこの奪われた名誉ある称号の 奪還を目指し、ロードネルソン級を凌駕する強力な新型機関車の設計を自社 CM のコレットに命じた。4万ポンド以上の牽引力を備え、重量級急行旅客列車をおよそ時速60マイルで走行可能とする。その過酷な要求に対しコレットは、超キャッスル級と呼ぶべき基本デザインで応えた。それは、スター級以来の単式4気筒という基本的な シリンダレイアウトを踏襲しつつ、使用圧力を既存のナンバー1系の225ポンド、平方インチから25ポンド、平方インチ増圧して250ポンド、平方インチに押した、新設計のナンバー12系ボイラー、直径と工程を16フィート1、4インチ28インチへ一回り、拡大したシリンダ入線可能線区を限定することで22.5トンへ引き上げられた。 軸重、ボイラー系の拡大と、車両限界の制約、重心の低下と牽引力強化の必要性などから、直径が2インチ半縮小されて6フィート6インチとなった同輪。それにマスバランスが良好な4気筒機の特性をフルに、生かし様々な改良によって、高回転化を実現した、便装置、といった様々な要素技術の組み合わせによる地道な、そして、 成功法の性能強化策の積み重ねで成立したものであった。こうして誕生した本形式は、ロールアウト直後の性能試験で、ポール教に提示された性能要求を見事にクリアし、また、イギリス最大の軸重とイギリス最長のノンストップ運転、ロンドンプリマスカンという2大タイトルを獲得することで、文字通り GWR の看板機関車となった。 大直径のボイラーを搭載し、曲線通過時の横動範囲を大きくすべく先代車の第一軸をアウトサイドフレーム方式に変更した本形式の外観はその名の通り、王の名にふさわしい重厚さを備えていた。だが、その一方で、既存の GWR 在籍、テンホイラー各機種にあった警戒感やスピード感には、やや欠けていた。とはいえ、本形式は、 GWR が2900系、セイント級以来開発を進めてきた、スウィンドン工場性高速テンホイラー機群の頂点に立つ、大樽機種であることには、変わりはなく、その早朝活動をどうとした外観は、保守的なスタイルを好む、英国民に広く愛好されたとされる。本形式は、宣伝を目的として計画された、というその出自ゆえに大量生産は、 当初より予定されていなかった。そのため、汎用級校旅客機であるキャッスル級の量産と並行する形で、運用上最低限必要となる30両が製造されるにとどまった。もっとも、歴代の国王の名を冠する本形式は、その卓越した性能とその名称ゆえに国家としてのイギリスの威信をかけた宣伝行為にも利用された。例えば、 1927年6月に完成した初号機である6000号機、キング・ジョージ5世は完成直後にアメリカ合衆国へ送られ、ボルチモア・オハイオ鉄道開業100周年記念行事に参加したことが知られる。前述の通り軸重が大きな本形式は、入線可能線区が著しく制限された。このため、イギリスの西部幹線であるパディントン・ウルバーハンプトン、間で それも、軸重増大に伴う橋梁の補強、あるいは、掛け替え工事完了後に限定運用された。本形式の進化である強大な牽引力と優れた粘着特性は、この区間のうち、ニュートン・アボット・プリマスカーにある西、デボンの急勾配区間で、最大限に発揮された。なお、本形式は、キャッスル級譲りの優れた燃費で知られていたが、それは、 GWR が要するウェールズ産の高カロリー炭あってのものであった。それゆえ、戦後1947年には有料品質のウェールズ炭が入手難となったことから性能が低下した。そこで燃焼効率の改善による性能回復を目的として6022号機、キングエドワード3世で新設計の高効率4列加熱管のテストが開始され、 これが高成績を収めたため、以後順次各機の回収が実施された。高出力の高性能機であって、初期のディーゼル機関車では、代替が困難であったためか、本形式は少数派ながら全車揃って1962年まで現役で残されており、この年に全車廃車となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。